サッカーの、あり方とかサッカーに対する情熱とか、皆さんに伝えていきたいなっていうのが、思いです。こんにちは。この度 YouTube を始めることになりました元サッカー選手の三原直樹です。今日は初めてなので簡単に僕のことを自己紹介したいと思います。僕はもともと東京で生まれました。サッカーもその頃近所の兄ちゃんたちと始めて、ストリートサッカーですね、いわゆる。そういうので幼稚園、小学校の 1,2 年生までサッカーをして、で本格的に今言われる少年団に小学3年生の時に入りました。でそこから少年団に入って自分の実力とかもっと伸ばしたいなと思って、東京にある東京ヴェルディというチームの、ジュニアチームのセレクションを受けて、運よく合格でき、そこから僕のサッカーキャリアがすごい比較的に伸びたのではないだろうかと今思っています。ジュニアの時では、全日本少年サッカー大会、これを、優勝したり、あとはフットサルの、日本一を決めるバーモンドカップというのにも参加し、優勝することができました。またジュニアユースになって、中学生になっても、ナイキカップっていうナイキさんが主催する、世界の大会があって、これを運よくやっぱ中学1年生の時から、その大会に参加することができて、中学1年生の時は、オランダの世界大会、その時は前回優勝のバルセロナの今神戸でプレーしているイニエスタ選手が試合に来ていて、その時初めてイニエスタの選手を見て、本当にこんな上手い人いるんだっていうぐらいすごい印象を受けました。でそのナイキカップ、次の翌年ドイツ大会でも世界大会出場し、世界の強いアルゼンチンだったりブラジルだったりヨーロッパの強豪クラブとも中学生年代で運よく対戦できることができました。その時から U14 の日本代表っていうのがありまして、日本の上手い18人を集めて海外の強い代表の国と対戦するチャンスだったり、いろんな海外遠征だったりっていうのを経験させていただいてます。でその時にチームメイトだった現浦和レッズの牧野智章選手だったり柏木陽介選手だったり、まだまだいるんですけど、その選手たちと一緒に切磋琢磨して、日本のために戦ったっていう経緯もあります。でユースになります。これ高校年代ですね。ユースはなかなかチームとしても結果出なかったんですけど、僕が高校3年生の時には、高円宮杯、今は亡くなっておられる高円宮様が、主催している大会なんですけど、それはクラブチームと高校サッカーのチームが混ざって、日本一を決めるっていう大会、本当にすごい大きな大会なんですけど、そちらの方でも、みんなの力、チームメイトの力で、やっぱ優勝することができました。今ざっと言ってのはその僕がプロになる前の経歴です。でまた、これからヴェルディでプロになった時、18歳にプロになったんですけど、次にファジアーノ、そしてアメリカでプレーするんですけど、そのことは後々チャンネルの中でいろいろプロでの激しい生活だったり、プロでの激しい競争だったり、育成年代では味わえなかったものとかっていうのは、チャンネルの中でどんどんご紹介していきたいと思います。 YouTube チャンネルを始める、きっかけというか、今愛知の方でサッカースクールをしてるんですけど、日々子供たちと関わる仕事をしていて、でその今この愛知県に住んでいる子たち以外の子たちにも、僕が今までに培ってきたサッカーでの経験なり姿勢なり、さまざまな技術面でいろんなことですを還元したいっていう強い思いで、今回こういうチャンネルをやらせていただいています。でまたこのチャンネルですごい伝えたいこと、サッカーの在り方とかサッカーに対する情熱とか、あとは皆さんが知られてないサッカーの裏話的なこととか、海外での行った時の生活の仕方とか、いろんなことをこのチャンネルを通して皆さんに伝えていきたいなっていうのが思いです。初心者の方でも本当に素人の方でも、このチャンネルを見てすごいサッカーっていうことを楽しんでいただけたらなと思い、そういうチャンネルにしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。